原常を、原常を、1944年5月14日隊は、日本の鉄道技術者、実業家。元、JR 東海副社長、前人事院総裁、東京都出身。1967年、東京大学工学部を卒業し、日本国有鉄道に入社。国鉄分割民営化後は、JR 東日本で、 総合企画本部投資計画部長や、取締役長野市社長を務めた後、鉄拳建設などを経て、JR 東海の専務取締役、総合技術本部長、代表取締役副社長を歴任。2006年4月12日、佐藤武雄の公認として、人事官に任命された。2期目の途中である2012年4月12日、野田改造内閣の任命により、 第11代目の人事院総裁に就任した。道内閣により再任が認められず、一期で人事官を退任することとなった、江里川武氏の公認にあたる。2010年2月9日に行われた朝日新聞のインタビューでは、自律的労使関係を掲げて、民主党政権が進める人事院の廃止と国家公務員への労働協約締結権付与を、 内容とした公務員制度改革について様々な角度から十分検討する必要があると話した。理由に内閣の当事者能力や国鉄を含む参考者ご現業の労使関係の経験、改革案と各国制度との相違点などを引いている。2012年4月の総裁就任会見でも協約締結権の付与は今までにない仕組みだから、 いろんな問題点があると思う。きちんと議論し、しかるべく機能する制度でなければいけないと語った。原の総裁任命にあたって、藤村治、官房長官は、公務員制度改革を進めていくためには、総裁には民間の感覚を有する方にご就任いただくことが、適当と考えての人事であると、民間出身という経歴を起用の理由に説明した。 人事院総裁は1961年就任のイリエス・エイチロ以来50年以上にわたって幹部公務員出身者が任命されていた経緯もあり一部マスコミも民間出身であることを強調して総裁就任を報じた自身は就任記者会見で国鉄という関と民間会社になった JR の両方の経験を活かして 自分なりに任務を果たしたいと抱負を述べている。2019年5月21日発令の春の叙勲で朝日大受賞を受賞。ありがとうございます。